分、アニュアスよ。今日はことわざの16回目です。韓国にもいろいろなことわざがありますね。今日はこちらになります。釜が目の前に置いてあるのに清の字もわからない。この子音は清ですね。子音の名前も覚えるようにしてみてください。この清の字とこの釜の形が似ているところからできたことわざになります。では韓国語にするとどのようになるでしょうか。こちらですね。何の子記憶者どうもるんだ。初めの部分は何というふうに後ろに二音が来ていますので鼻音化をしますね。そしてのっこうと激音化があります。何の子記憶者どうもるんだとなります。こちらの説明は배우지못해서아주무식하다。学べなくて全く無知だ。このような意味になります。日本語では、いろはのいの字も知らない。このようなことわざがありますね。何も知らないということを表すことわざになります。それでは今日の会話文です。ハルモニー。옛날에는글자를읽을수없는사람이많았다고요。맞아。학교못가서何の子記憶者도모르는사람이많았단다。このような会話を考えてみました。こちら最後の部分ですね。단다というのはある事実を親しみを込めて述べるときに使う表現になります。何々なんだよ、何々だったよという意味になります。今は孫とおばあさんの会話ですので、特にこういう親しみを込めた間柄の時によく使われる表現になります。こちらの意味は、おばあちゃん、昔は文字を読めない人が多かったんですって。そうだよ、学校に行けなくていろはの命も知らない人が多かったんだよ。このような意味になります。会話文の中にも発音変化がたくさんありますね。昔というのは、옛날、鼻音化をします。そして文字は、글자というふうに脳音化をします。それでは一緒に読む練習をしてみましょう。ゆっくり読んでみましょう。할머니、옛날에는글자를읽을수없는사람이많았다고요。맞아、학교못가서何の子記憶者도모르는사람이많았단다。読めましたか？それではいつものように会話をしてみましょう。私が蚊になりますので、皆さんは何になって答えてみてくださいね。それではいきます。할머니、옛날에는글자를읽을수없는사람이많았다고요。言えましたか？今日もなーが長いですので、しっかり言えるように練習をしてみてくださいね。それでは説明も覚えていきましょう。何の子記憶者도모른다。こちらの説明は、배우지못해서아주무식하다でしたね。では一緒に言ってみましょう。배우지못해서아주무식하다。では、見ないで言ってみましょう。배우지못해서아주무식하다。では、皆さんだけで見ないでどうぞ。배우지못해서아주무식하다でしたね。言えなかった方はもう一度練習をしてみてくださいね。今日のことわざはいかがでしたか？この文字の形が似ているということから作られたことわざですが、面白いですよね。他にも机の配列など、日本語ではこの字型、どの字型といったような言い方もしますが、韓国語でも子音字の名前を使って表すことがありますので、そういったものもぜひ調べてみられると面白いと思います。それでは今日のことわざ。何の子記憶者도모른다。こちらの説明はどうでしたでしょうか。覚えていますか。では
皆さんだけで見ないで言ってみてください。ではどうぞ。言えましたか？ペウジモテソアジュムシカダでしたね。説明や会話文もしっかり韓国語で覚えるようにしてみてくださいね。그럼오늘은이상입니다. 안녕히 계세요.